です今日のね、お前何やってんだよニュースなんですけども、タイトル見てくださいよ。40歳男を逮捕女児をトイレに連れ込み、性的暴行かかじゃないよ。性的暴行したんだろ、この野郎。こ、こいつですかこ、こっちかこ,こっちだよね。左の人だよね。警察署員以外立ち入り禁止って書いてるけど、お前、警察署員以外だろ。何立ち入ってんだよ。あ,あ、こういうね、どうしようもない奴がいるんですよ。 これ、要するに、ちっちゃい女の子を、なんかね、レイプしたっていう話でしょ。よくそういう気持ちになるよね、もう。病んでるね、お前は。連れ込んで性的暴行。性的暴行とかってくか,かお前田舎の、お前、お母さん泣いてるぞ。面識なしで。あら、怖かっただろうね、女の子の方も。だから、こういうことが、もう起きるんで、日本人は信用できない。っていうか、お前外国人じゃないだろうな、お前。 父親と女の子のの子行くよを探し10分後トイレの中にい2人を発見ぶん殴れよな、親父。許すなよ。おなんだ父親の顔面殴り逃走しようするも、その場で取り押さえられる。ぬすっとたげたげじいね。クロスカウンターを食らわしてね、歯でも持ってやらないけんね。こういう人間がね、商業施設に出入りするっていうね、この恐ろしさですよ。もうね、あの、ショッピングセンターなんて行っちゃダメですよ、もう。こうなったら。みんな行くな、もう。 誰一人いやま地域の商店街がやっぱ安心ね昔ながらのお肉屋さんお魚屋さん八百屋さんね近所の人がお店をやってるそういうところでは風通しがよくってね近所の子に迷惑をかけないようにとか思うんですよこれ面識がないからさああなんかちっちゃい女の子が来たらやったぐらいしか思わないよどこの誰さんの娘さんとかになったらそんな気持ちにならないでしょ何をやってるんだよもう中村全国の中村に謝れよ 他の中丸さんも迷惑してるぞ。つうか俺も迷惑だよ。ねえ、私みたいなのもね、商業施設に行って、ちょっとトイレの近くとか行きにくくなるじゃん、これじゃん。うん、どうなってんだ、もん何やってんだよ、本当に。忙しいんだからさ、お前。そんなことすんなよ、神奈川、横浜、皆さん、ご用心です。